日本関東地方千葉県市川市方面町。方面町は千葉県市川市の地名。住居表示未実施。郵便番号は272-0803。市川市北部に位置する。東、北は柏井町、西は南大野、南は北型町と接している。主に住宅地として利用されるが、緑地も残されている。東側を JR 武蔵野線が通る。 ここでは、1951年当時存在した小技を、北から列挙する。宝名山安楽寺と門前の日鎌倉時代のことである。難病を患った娘が、乳母と共にこの地にたどり着き住み着いた。村人が不審に思い役人に知らせると、しばらくしてその娘は賢くも、時祝殿の姫宮、つまり、ご深くさ上皇の御子であることが分かった。そこで、鎌倉幕府は、 村の年貢の奉納を免ずる代わりにこの姫宮の面倒を見るように命じた。かくして村は奉命されたのである。この後姫宮は若宮中山北家教寺の日蓮の説教に接し、病が治った後もこれに経営すること厚く。やがて日蓮衆門で最初となる甘寺、法明山安楽寺を解散するに至った。皇室ゆかりの寺として安楽寺の寺門は、 聞くのご問となっている。方面町の読みについては、方面町とする資料と、方面町とする資料がある。市川市博物館ともの会、市川市教育委員会編、市川市の町名には、いずれの読み方もあるとされている。郵便番号一覧表やインターネット上の地図サイトでは、方面町の読みを採用しているが、市川市教育センター編の社会科副特本、 私たちの市川、角川日本地名大辞典千葉県、日本歴史地名体系千葉県の地名などは、方面町の読みを採用している。松戸市本土寺の過去町には、文明3年の記載に、方面という地名がある。2017年9月30日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 ありがとうございます。